レドニッツ川沿いの木組、建築シュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケン行政管区のフュルト軍に属す市である。本市は、ニュルンベルクと直接市境を接しており、レドニッツ川が流れている。シュタインは、ニュルンベルクの南西、レドニッツ川の左岸に位置している。レドニッツ川は、本市の北数キロメートルのフュルト市内でペグニッツ川と合流し、 レグニッツ側となる。隣接する市町村は北から時計回りに以下の通りであるニュルンベルク、ロール、ロスタール、ツルンドルフ、オーバーアスバッハ。本市は以下の住地区からなるフィルトン地図かつて存在していたドイテンバッハ地区は公式には廃止されたが道路標識サッカークラブ STV ドイテンバッハやドイテンバッハ消防団 ドイテンバッハ通りや地元での呼び名に行き続けている。区の入り口は標識で示されている。ドイテンバッハという名称はさらに乗り合いバスの停留所にも使われている。ファーバーカステルの本社複合体やファーバーシュロスが位置するレドニッツ川の東岸の地域であるシュピッツガルテン区の名称も現在は使われていない。地元の人の会話に時折習慣的に現れるフェルゼン区は フェルゼン通りにその名を止めている。これらの通りは、レドニッツ通りやカステル通りと同様に、市境を越えて、ニュルンベルクに通じている。この集落は、1227年に、ランドリート・ゼット・ビデムステインとして、初めて文献に記録されている。この名称はおそらく、13世紀から存在した、レドニッツ橋のゲリヒトシュタインから転じたものである。ここでは、 1296年と1297年にも、ズ・デア・スタインブルークの法廷が開かれた。1590年頃のシュタイン・バイ・ニュルンベルクその後、数世紀の間この集落は成長していったが、1499年に、クンチショットによって破壊された。復興保シュタインは、約50年後の1552年に、第二次返境白戦争によって、再び破壊された。 その後の復興は1560年代まで続いた。シュタインの三度目の破壊は30年戦争中の1632年に起こったチルンドルフ近郊アルテ、フェステの戦いによるものであった。戦後1660年に現在のアルター・キルヒプラッツに福音主義改革派の教会が建設された。1719年から 最初の鉛筆製造業者がシュタインにあった。この会社は1758年にカスパー・ファーバーとしてシュタインに拠点を置き、これが大企業、ファーバー・カステルの基盤となった。18世紀末、シュタインには38個が存在した。高等裁判権はブランデンブルク・アンスバッハ公領のリヒター・アム・トロスタールが行使した。行政権は ヘロルツベルク騎士領に属すニュルンベルクの世襲領主、ゴイダー家が有した。土地領主としては、ゴイダー家、グーゲルやエルハーフェン家があった。1806年にシュタインは、バイエルン王国に移管された。市町村令に伴い、1808年に、シュトイアーディストリクトシュタインが形成された。この町税区には、オーバーバイアースブーフ、シュピッツガルテン、ウンターバイアースブーフが属した。 同じ年にルーラルゲマインデシュタインが形成されたが、その管轄範囲は、上記の長税区と同じであった。この町は、行政都市法は、ニュルンベルク地方裁判所の下財政上は、レントアムトフィールドの下に置かれた。世襲裁判所の管轄としては、1821年から1848年まで、ゲーバースドルフ世襲裁判所の下に一箇所、 1823年から1848年まで、シュタイン世襲裁判所のもとに27箇所の屋敷が置かれていた。1841年12月4日に、ルーラルゲマインでビアースブーフが形成された。これには、オーバーバイアースブーフと、ウンターバイアースブーフが属した。1862年から別力スアムとニュルンベルクが、この町を管轄した。 司法上は1880年からニュルンベルク裁判所の管轄下に属した。財務行政は1870年からレントアムとニュルンベルクが担った。1961年時点のこの町の面積は9.117平方キロメートルであった。1861年にマルティンルター広場に新しい福音主義ルター派協会、マルティンルター協会が完成した。 ニュルンベルク・シュタイン駅この町は、1875年にアンスバッハへの鉄道路線上のニュルンベルク・シュタイン駅開業により、鉄道網に接続した。1889年、シュタインのレドニッツ橋が新設され、交通インフラストラクチャが強化された。1926年にニュルンベルク・フィルター、シュトラセンバーンによって、ニュルンベルク・シュバイナウ・シュタイン間の乗り合いバスが開業した。 5年後にメインストリートが敷石で舗装された。第二次世界大戦後の復興後、1949年にニュルンベルクシュバイナウトシュタインとの間でトロリーバスが運行を開始した。トロリーバス路線は1962年に再び廃止された。1906年にカーバーシュロスが完成した。ニュルンベルク継続裁判のためにアーネスト・ヘミングウェイがジャーナリスト兼レポーターとして シュタインのファーバーカステル城に滞在した。ファーバーカステル城は国際弁護士や裁判のレポーターの宿泊施設として利用されていた。ジョン・スタインベックもその一人であった。1953年に最後のアメリカ軍の占領兵士がこの城を明け渡した。城はそれまで報道拠点として利用されていた。1957年に新しい 町役場が完成した。ゲーテリング周辺の衛星都市は1973年に完成した。1922年にシュタインをニュルンベルクに合併するという議論が起こったが実行されなかった。1972年7月1日にシュタインはバイエルン州の地域再編に伴いニュルンベルク軍からフィルト軍に移管された。1977年4月1日に シュタイン・バイ・ニュルンベルクは公式にシュタインと改名され、1977年5月6日に死となった。1979年、屋外プール、パームビーチによってレジャー施設が完成した。1993年にはハインツ・シュタインハルトが所有者となった。1982年にギムナジウム・シュタインが完成した。新しいカトリック教会聖アルベルトス、 マグヌス教会は1989年にドイテンバッハ地区の福音主義、パウルゲルハルト教会は1992年に完成した。1992年に廃止された自治体ドイテンバッハの一部が合併した。1927年には1870年までオーバーバイアースブーフに属していたバイアースブーフが加わった。1967年にそれまで シュバーバッハ軍に属してたベルテルスドルフとエッカース・ホーフガが合併した。フィルト軍に属していたグッツベルクは1972年7月1日に合併した。同時に、シュタインがフィルト軍に移管されたため、グッツベルクの所属する軍は変更されなかった。市議会は24議席で構成されている。シュタインの主張を列記する。ファーバーシュロス・シュタイン郷土博物館。 ファーバーカステルに関連した建築、施設が印象的である。レドニッツ川沿いの工場施設は主に19世紀の建造物からなり、20世紀にたびたび増改築が繰り返された。特に印象的なのがファーバーシュロスの歴史的な上官複合体である。この上官はネオルネサンス様式の古い部分と古くはネオロマネスク様式で建てられた新上官からなる。 代表的な部屋のいくつかは当時の化出した建築家ブルーノ・パウルによって設計された。広大な庭園は20世紀後半にバイエルン州及びニュルンベルク市に譲渡された。福音主義のマルティンルター教会とその北側に連なる墓地の建物は歴史主義様式に属す。ニュルンベルク市全市教会が運営するレドニッツグルントには、保養、レジャープール、クリスタルパームビーチ、 青年の家、フライラント水族館及びテラリウムがある。2015年にシュタインフライラント水族館及び同テラリウムは、その90年の歴史を解雇する展示を行った。シュタイン郷土博物館は、1635年に建設された最も古い建物内に、2008年5月31日に開設された。レドニッツカーセーガンに博物館、アルテミーネがある。 ここでは爆弾製造が見学できる。この博物館は北バイエルン工業街道の一部である。主ンは5月に文化の春、司祭を祝う。3日間のこのイベントでは数多くの団体や施設が参加するファミリーとシラリーが開催される。これと並行して様々な展覧会が多くは視聴者やアカデミーファーバーカステルでさらには ショッピングセンターホールムでも開催される。土曜の夜にはメクレンブルガー広場で文化の春が開催される。ここではコメディや音楽関係の様々な公演が行われる。司祭の日曜日には通常商店が開いた日曜日となる。6月にはデア・シュタットパルク・クリングとトが開催される。このイベントではシュタインのシュタットパルクで様々なグループや演奏者が アコースティックな音楽を演奏する。デア・シュタットパルク・クリングとは無料で入場できるので、レドニッツグルントの高台にある小さな牧歌的なシュタットパルクを音楽を聴きながら散策することができる。1996年から農民誌が開催されている。第1回は1996年3月30日に開催された。農民誌は最初の5年間は マルティンルター協会前で開催されていた。第20回の農民誌は2016年9月24日にメクレンブルガー広場で開催された。毎年ハーバーカステルの敷地内で上巻コンサートが開催される。STV ドイテンバフ九 1961EV は1961年7月に設立された。トゥルンウントシュポルドフェラインシュタイン 1875EV は バスケットボール、ハンドボール、卓球、体操、バレーボールなど多くの部門を有している。シュタイン町域北西部に全国的に重要な砂地の草原であるハインベルク、自然保護区がある。シュタインは中世末期頃からブライシュティフトミューレで知られており、現在も鉛筆製造で有名である。この町は筆記具メーカーのファーバーカステルの本社所在地である。 2015年11月にショッピングセンター、フォーラム・シュタインが、かつてのメーベルク・リューゲルの敷地跡に建設された。シュタイン周辺の近郊交通機関も道路市内を、連邦道 B14 号線が通っており、ジュートベストタンジェンテのニュルンベルク・シバイナウ、インターチェンジで、自動車道、アウトバーン網に接続している。 連邦道 B14 号線は、ニュルンベルク方面及びアンスバッハ方面への通り抜け交通により非常に通行量が多い。市町村連絡道は、西のウンターアスバッハへ、別の市町村連絡道は、南のドイテンバッハに通じている。鉄道地域鉄道のアクセスは、ニュルンベルクシュタイン駅を介するが、この駅は、ニュルンベルクとの市境から離れた市外のニュルンベルクの、 ゲーバースドルフ地区にあり、鉄道ニュルンベルククライルスハイム線に面している。この路線をニュルンベルク S バーンの S4 号線が運行している。シュタインの近くでは隣のウンタースバッハに同じ路線の駅が存在する。近郊交通シュタインはニュルンベルク広域交通連合の地域内にあり、VGN 乗り合いバスの63号、64号で、 公共近郊交通網に接続する。両路線は、ニュルンベルク側は U ーバーン U2 号線の0点バッハ駅に接続している。また、地域バス路線154号と713号、およびデマンドバス714号が、郊外の区と S バーン S4 号線に接続する駅とを結んでいる。金曜日と土曜日の夜間には、夜行乗り合いバス N7 号が、 ニュルンベルク中央駅からシュタイン経由でロスタールへ運行している。U2 号線をこれまでの終点、レーテンバフ派からシュタイン市内まで延長する長期計画がある。このプロジェクトの資金調達は長らく明らかではなく、中期での実現の可能性は低い。シュタイン基礎家庭学校シュタインには基礎家庭学校1校、中等学校1校、ギムナジウム1校、 フィルト緊急医療労働共同体 EEV の救難補助のための私立職業専門学校、シュタインがある。アカデミー・ファーバー・カステルは造形美術とデザイン分野の学習過程を持つ芸術、文化、デザインのためのアカデミーである。シュタイン市民大学は成人のための教育機関である。1991年からシュタイン音楽学校もある。これらの文献は 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。